4年に一度のアメリカ大統領選が大詰めを迎え、対中政策をめぐって激しい論争が繰り広げられています。一方、民間では中国当局の臓器買いの悪行をやめさせる活動がネット上で展開されています。香港の民主派議員もアメリカ大統領選の両候補に中国の臓器狩りをやめさせるよう呼びかけます。近日、中国共産党当局の臓器狩りの悪行を暴いた映像が各国のネット上を駆け巡っています。11月6日に大統領選を控えたアメリカでは、臓器狩りの停止を呼びかけるロゴが出現し、香港でもネット上で広がっています。香港民主党の州議員は米大統領選の2人の候補にこの問題への態度表明を促します。美国總統官不論我們最後看到誰個當選都好啦，咁其實佢哋美國係嗰個立國之本就係人權啦，關注世界嗰個人權同埋全部嗰個自由啊民主嗰個理念嘅。咁你如果中共做咁邪惡嘅嘢，佢都唔出聲咧，其實美國政府應該知嘅。また香港の政界では最近、複数の議員が臓器狩りの罪悪はやめさせるべきだとはっきり態度を表明しているそうです。香港市民も沈黙しないで共に活動に参加するよう呼びかけます。大家都貼一個標記出嚟，或者大家喺 Facebook 啊，喺網上都傳嘅，就係你電郵啊，或者你用 WhatsApp 都得㗎，好多方式㗎。咁你咁傳咧，嗰個數量當去到一個地步咧，就會成為嗰個力量咧。社会民主連線の梁議員は、臓器狩りの暴行を強く牽制すると同時に、アメリカ政府には民間と米国国会の呼びかけに応じて、一日も早く王立軍が提供した臓器狩りに関する証拠を公開するよう促します。因為如果美國政府做咗聽證會，同埋有人指出呢一個華立軍曾經就呢一個活摘器官作為懲罰獎賞或者係生財嘅工具嘅時候，我覺得美國政府有責任去講清楚到底華立軍有冇講過呢件事。新東京テレビがお伝えしました。这是新传媒报道，这是新传媒报道。听到妈妈被打，为什么？为什么？中共当局消息公布的，有人说他是政府专制组织的，政府以危险组织，大于家访。